はいみなさんこんにちは。フラワーアーティストシーンです。今日は社内から配信してます。えー、今年ね、パンジーは一体いいつ植えたらいいのかっていうね、質問をちょっと受けるんですけれども、それをちょっとお答えしていきたいと思います。えっ、ー、とね、パンジーっていうのはですね、こう、厚さがまだある時期に植えてしまうと、ちょっとね、この、 今年中にこう、徒長してしまうんですよね。えー、ですから、例えばね、今年中に植えて、まあ、皆さんのイメージの中でパンチって多分来年の4月ぐらいまではね、植えて来年の4月ぐらいまではお花が楽しめるよっていうイメージがあると思うんですけれども、それがこの暑さに一度こう、今年の暑さに触れてしまうと、全然そこまで持たなくなっちゃうんですね。徒長しちゃって。 えー、なので、一回、例えば、刈り込むとか、そういうことをしなければ、来年の4月までは楽しめなくなってしまうので、そう,そういうね、手間をかけずに、今年ね、植えて、来年の4月まで、あの、パンチを楽しむには、じゃあ、い一体、いつ植えたいのかっていうのを、これからね、検証してみたいと思います。えー、まずはね、こちらの図をご覧ください。 はい、えー、この図を見てもらえばわかるように、とにかくね、今年の11月は全国的に気温が高いんですね、えー。ですからね、ちょっとね、パンジーを早まって植えるのは危険だと思います。では、実際にはね、いつ植えたらいいのか、それをね、一周ごとに細かく見ていきましょう。 はい。一周目はね、寒気の影響を受けにくく、平均気温は東海、関東、北陸では平年より高い。九州から近畿、東北と北海道は平年並みか高い予想ですとありますね。えー、で、九州から関東では日中は20度ぐらいまで上がって、薄着で過ごせる日もありそうですとありますので、もうまさにね、この気温が上がってしまって、今ね、パンチを植えてしまったら完全にパンチが伸びてしまいますので、第一週目は完全に NG ということです。 はい、続きまして第2週目、11月6日から12日ですね。まあ、この期間もですね、かなり気温が高くなるとあります、えー。なので、やはり、まあ、沖縄ではね、もう25度、夏日になるような予想になってますし、もう関東くらいまではね、すごいね、気温が上がるような、えー、予想になってますので、まあ、第2週目も、えー、まだね、避けた方がいいと思います。 はい。続きまして、3週から4週目ですね。11月13日から26日。まあ、このあたりはね、気温がぐっと下がる予想になってます。えー、このあたりからね、上空の寒気が流れ込んできて、一気に寒くなるとありますので、もうパンジーを植えるのでしたら、ここがベストですね。なので、パンジーを植えるのは11月13日以降ということになりますので、ぜひそこで皆さんはパンジーを植えてください。 はい。いかがだったでしょうか今ね、ちょうどこう、パンジー植えたいなって思ってる人たくさんいると思います。ね。ちょうどこう、今の時期って何を植えたらいいかわからない時期なんですよね。まあ前、ね、ずっとこう、夏から植えてきたものが、まあまだね、日持ちしてる人もいますし、ここで枯れてしまった人もいると思うんですよ。で、枯れてしまうと、もうパンジーはやっぱりすぐに植えたくなりますよね。えただ、 今の動画を見ていただいたように、11月の中旬以降でないと、必ず一回ね、伸びてしまって、来年の4月までね、そのまんま日持ちすることはないので、ここはちょっとの間我慢しましょう。ね。もう半月ぐらいなんでね。まあその間何か植えても、やっぱりすぐにね、こう植え替えてしまうようなことになってしまうので、もうここ半月は多分我慢した方がいいと思います。はい。えー、なのでね。 11月の10時以降、こう寒さが来てから植えて来年の4月までバンジーで楽しみましょう。はい。えー、ではね、今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。えー、皆さんね、あのー、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。えー、またね、フラワーデザインのことも、もちろんこういうね、付き植物のこともどんどん、あのー、僕の知っていることはね、あげていきますので、えー、ぜひね、 またご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time. ありがとうございました。ではまた今日は車からでした。